こんにちは、レイセンです。今日は10月5日月曜日になります。絶食904日目フルーツ&ヨーグルト実験は15日目です。天気は晴れ、現在時刻は午後2時35分ですね。今日も昨日と同じようにやっていきます。ゴールデンキウイでフレッシュジュース作って、あとは自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトですね。この2つでやっていきます。で、ヨーグルトに関しては3世代目だね。今冷蔵庫に入ってるもんで、その味を確認するってところです。うん。そしたら始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。ゴールデンキウイ4個で 479g です。460ですね。あと水で、ながらの美しい名水、これを500とヨーグルト、これ3世代目だね。2世代目のヨーグルトを種菌にして作ったやつです。で、17時間発酵のタイプ、これを500。見た目はいいね。水もそんなに多くない。うん、こんな感じ。まあ豆腐だね。味確認します。うん、とろっとした感じがちょっと弱くなってるね。酸味はきちんとあるし、うん、味悪くない。うん、普通にいいな。まあさっぱりした感じかな。うん、むしろ体にはいいかもしれないってとこですね。3世代目 OK だな。うん、これならいいかなってところ。ただとろみとかないもんで、やっぱカスピ海らしさがどんどん消えてってる感じだね。うん、いいな。うん、これで500ですね。したら取っていきます。ちょっと買い出し行ってきます。次入れていきます。ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトを、まあ500だな。これで500ですね。したら取っていきます。次入れていきます。ヨーグルトを500。うん、でまあ500ってとこですね。フレッシュジュース作っていきます。ゴールデンキウイ2個で 235g です。まあ200ですね。あとヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトをどうだろう、まあ300ぐらい、まあ、空になっちゃったんで、あとで100ミリほど足して種菌にしてで作るけど、これ2つ目だね。うん、まあとりあえず350、これで取っていきます。水も入れていきます。一応名水500で、さっきの2つ目のやつだね。あれ、少し味確認したら変な味がした。野菜がちょっと腐った時の味だね、あれ。なんだろうな
なんか変な菌が混ざったかな。常温にちょっと置いといたやつは良かった方だと思うんだよね。まあ今後調べていこうと思います。ちょっとこの失敗作、腐った味のするやつ少し取ってみようと思います。実験としてね。お腹の具合とかね、そういうのを確認したいんで。見た目はね問題ないんだけど、ちょっとねドロッとしてるんだわ。わかるかな、ちょっとドロッとしてんだよね。まああのカスピ海ヨーグルトだもんでドロッとはするんだけど、いつもとなんか雰囲気が違うんだ。このとろみ具合っていうのかな、味もおかしいんだよ。あ、まだいけるかな。ちょっとなんかね、野菜、少し傷んだ野菜みたいな感じなんだよね、味が。まだいけるかな、このぐらいなら。まあ、300、200ぐらいしとこうかな。これ200ですね。したら、取っていきます。次、入れていきます。あ、ちょっと、腐りかけのヨーグルト。まあ、腐りかけっていう表現もあれだけど。これもうちょっと入れていくんで。どうしようかな、300ぐらい。あ、入れすぎた。入れすぎたな。300超えちゃった。そしたら取っていきます。ちょっと量いってなかった。これ400ですね。400で。おはようございます。今午後2時5分ですね。まあそしたら2時ジャストってことで計測始めていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、 66.5 ですね。血圧111-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間8時間半ほどとっています。午前4時半から午後1時までの8時間半です。途中ちょっと起きて少しだけ幽体離脱の訓練とかやってるんだけど、はっきりしないもんで時間が。また確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午後2時20分頃計測で28度、湿度は 38% でした。飲んだもの、果汁1回目ゴールデンキウイ4個 479g で 460ml、 2回目ゴールデンキウイ2個 235g で 200ml、 合わせて 714g で 660ml です。なので 0.7 キロで660ですね。ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト3世代目を2450ミリ取っています。まあ一部ちょっとなんか腐った味があったけどね。で、水、ながらの名水を1000ミリ、ターメリック入り塩水は250になります。合計が4360ミリリットル、水1000、塩水250のため実質は3110ミリです。なので今日は 3.11 リッター絶食ですね。
まあちょっと多いね。シュヌチマース 2.5g、ターメリック 0.25g です。尿回数13回出てて、濃さは平均的、薄め完全無色。量は平均的、あと少ない時がありました。大便は0回です。今日は大便出てません。おならは時々あり、匂いはわずかにありから少し臭い時がありました。わずかにありは、まあ最初の方だね。まあ日中は匂いがわずかだったんだけど、夜だな。夜ちょっと臭いのが出てますね。で、今日の計測時刻は午後2時10分頃に計測しています。昨日よりも30分ほど遅いです。まあ、0.05kg ぐらいは減ってることになります。体重 57.25kg、 昨日に比べて 0.05kg の増加です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.1kg の増加ってとこですね。まあそう変わってない。BMI 18.1 で変化なし、体脂肪率は 11.7% で 0.1% の増加です。体脂肪率はまあ変わってないですね。血圧111-73、最高血圧マイナス1、最低血圧マイナス2なんで血圧も変わってないです。脈拍74で変化なし、ウエスト 66.5cm で 5mm の増加です。ウエストはまあ測り方じゃないかな。ちょっと斜めになってて 5mm ぐらい増えたんじゃないかなってとこです。今日の気づき。まず、おならだね。少し臭いおならが出たんだけどね。あれはね、ちょっと傷んだヨーグルトだね。それのせいじゃないかなと思う。今日、試したヨーグルトは3世代目で2つなんだよ。で、1つは、こっち。いつも使ってるやつだね。ここの38度の空間で作ってる。まあ、だいたい34度か35度ぐらいってところです。で、もう一個はね、サーモスの方だね。サーモスの方で作ってる。これだね。これで作ってるんだけど、まあ今は塩水入れてるんだわ。これ、一応塩水も常温っていうかぬるま湯にしてやるもんで。これ、電気アンカーね、強にした状態で。あとこれで温めて。なんだけど、温度管理、今はまあちょっと温度を入れてるんだけど、今37度だね。ただ作った時はね、温度管理してなかったんだよね。温度管理してなくって、で、今温度計ね、あれ外したままになってたんだわ。でも何度かわかんないんだけど、多分ね、あっちの方が温度が低かったと思うんだわ。間違いなくね。30度すらいってなかったんじゃないかなと思ってる。で、仕込む時のね、有機豆乳も常温までちょっと戻しきれてなくって、少し冷えた状態だったんだよね。それで仕込んで、で、サーモスの方に入れたやつなんだわ。だから温度が低すぎて、で、腐っちゃったんじゃないかな。有機豆乳が。と思う。だもんで、なんかちょっとね、きゅうりとか、ああいう野菜が少し腐った時の味。っていうのかな、それがあったんだわ。ただ慣れる、すぐ慣れちゃうねすぐ慣れてね、気にならなくなっちゃうんだけどね。一番最初に味わうとね、なんだこの味って思うよ。だから常温で作らない方がいい。常温とか低い温度で作らない方がいいなっていうのもね、味もまあ変になるんだけど、それだけじゃなくってね、顔とか手がね、かさついてくる。だから老化してくるんだわ。その少し腐ったヨーグルトね、変な味のするヨーグルトを取るとね、今日まあ試しに取ってみたんだけどね、取るとね、もうすぐわかるよ。あ、これ老化の時の感覚っていうか、老化の感覚っていうのがわかる。だから体には負担になってんだよ。なんか失敗作ってことだ。若返りには使えないもんで、だから温度管理だね。やっぱりその有機豆乳はちゃんと常温まで戻さなきゃダメっていうことだね。で、この時期だともうね、割と冷えちゃうもんで、部屋自体が、部屋自体が冷えてるもんで、まあストーブだね、電気ストーブでもうかなり透明から温めて、で、もう瓶が常温だね、瓶と瓶の中身が常温ぐらいには少なくともなってる状態で38度の空間に入れるってところだね。そうすると、まあ、35度ぐらいでやれるとも、温度下がっていっちゃうから、
電気アンカーはね、割とその温度が上がるのも時間かかるし、下がったらなかなか戻ってこないんだよ。なのでね、35度ぐらいになっちゃうんだよね。で、35度ぐらいだと、まあ割と調子いいんだわ。ガンガンにストーブ当てちゃうと味も落ちる。まあ豆腐っぽくなって、で、味もいまいちだし、エネルギーもなんかいまいちになっちゃうんだわ。だからストーブにガンガンに当てて温めると良くない。逆に温めなさすぎて、低温で発酵させちゃうと、ああいう風にちょっと腐った味になっちゃうっていうのかな。また味も悪くなるし、体も老化するから、これもダメなんだわ。だから一番いいところがある。低くなりすぎず、高くなりすぎず、一番いいところで作ると、味も美味しいし、エネルギーも高いし、老化もしないってところだね。ここだね。ここで作るっていうのは分かってきた。まあ、一応、ストーブは使わない方がいいんだけど、まあ、この時期だね。まあ、部屋があんまり冷えてると、物自体が35度まで上がってくれないもんで、その場合失敗しやすいから、ちょっと透明のストーブでね、常温ぐらいまでには戻して、それから仕込むって形だね。38度に入れるって形。その作り方でいけるんじゃないかなと思ってます。で、一応3世代目は問題ない味としてはね。だんだんね、ヨーグルトの、コクみたいなものがね減ってくるんだわ。味気ないような感じにはなってくる。ただそのヨーグルトのなんていうのが酸味って言っていいのかな、独特のまあ酸っぱさみたいなものがねあるんだけど、それはね一応ある一応残ってるは残ってる。ただだん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 なんかコクみたいなものは減ってくるんだよ。1世代目から2世代目3世代目っていくとね。だけどまあ問題ないな、正直個人的にはね。この辺はもう好みの問題じゃないかなと思います。個人的には値段が安く済むもん でこのぐらいの味ならまあ別に自分としてはいいなっていうところですね。4世代目は今冷蔵庫に入っているけど、その4世代目がね、今回のやつは少し腐ったやつを種菌にしてるもんで、あんまり正確には分かんないんだわ。今後またちょっと藤子のやつ買ってきて、で、一世代目から作り込んで、失敗しないようにね。で、二世代目、三世代目、四世代目で、どんどん試してみようかなとは思ってますけどね。まあ、いろいろやってみるってところです。まあ、少なくともああいう風にちょっと低温で、腐ったような味がする場合は、あまり使わない方がいいってとこですね。老化するんでね。まあそれは分かった。まあ老化する感覚は出るんだけど、今朝顔見てもそこまでひどくはなってないもんで、まあ消化しようと思えば消化できるかなってところです。ちょっと老化はするから、若返りの期待はできなくなるけど、消化はまあ可能かなってとこ。現状維持ぐらいにはなるかなってとこですね。まあなるべく失敗しないように作ろうと思っています。まあ、そこをもっと細かくね、ストーブに温めるのもこのぐらいならいいとか、まあやっていくとね、だんだんよく分かってくると思うから。で、知り得たことはまあフィードバックするってとこです。そんだけですね。今日は割とたくさん撮っちゃったし、朝もね、なんか寝起きもいまいちだったね。寝すぎでちょっと頭がね、重かったんでね。偏頭痛もちょっとある感じだったし。今日は一日通して、まあそう、まあいい日ではなかったかなってとこです。まあバイオリズム低い日だったかなって気はしますね。まあそう、だからこそちょっと今日は量が増えちゃった。2.51 から 3.11。でも2日前は 3.34 なんで、まあそこまでひどくはないってとこですね。やっぱヨーグルトが大きい。今日でもね、1回目ゴールデンキウイ4個使ったやつと最初の500だね、ヨーグルト500。これで割と時間、まあ夜ぐらいまで持たせることできたで、まあ夕方か。5時45分に2回目作ってるんだけど、そこまで持たせることできてたんでね、だいたい100ミリぐらいで取ることができてたんで、こういうペースだったらいいかなと思った。でその後夜だね。夜ゲームしながらね、割とやっぱ1杯取っちゃうんだわ。ゲームをやめてひたすらもう瞑想みたいにしたらもっと量は減らせると思う。 1.5 は割と楽にいけると思うんだけど、ゲームやるとね、ゲーム疲れどうしても起こすんだよね。やっぱり PVP って言って他の人との対戦とかあると神経使うから疲れちゃうんだわ。
そうするとたくさん欲しいなってなっちゃうんだよね。ゲームは割と飲む量が増えちゃう、まあ、その辺は慣れていくかもしれないからもうちょっと様子見ようかなと思ってます。あんまりもうどうしようもないと思ったらもうゲームスパッとやめて、でも瞑想してで量を減らすっていう形だね。瞑想を1時間ぐらいやったらそんなにエネルギー使わないもんで疲れないから、そうするとそんなたくさん取る必要もなくなってくるんだよね。まあそれは最後の手段ってところです。うん、やっぱね瞑想ばっかしてるとね退屈なんだわ。で人とのやっぱ会話もないもんでやっぱつまんないんだよね。つまんないっていうか精神的にちょっといまいちなんだわ。ゲームとかでやっぱチャットとかでね他の人と話するとやっぱ安らぐところがあるもんで、だからゲームはやっぱ大きいかなと思いますけどね。楽しめるものがやっぱないとね、その辺はまあ考えてるってとこです。まあ大体分かってきた。で、キウイ、まあゴールデンキウイを今使ってるんだけど、キウイもやっぱ6個ぐらいあると楽だね。4個でもね、いけなくはないかなって正直思ってる。多分絞っていったら4個でいけるようになると思う。で、4個から6個ってところですね、キウイは。キウイっていうか、まあ一応キウイでやってるけど、みかんだともうちょっと量が必要になるかもしれないってとこです。ヨーグルトに関しては、まあ減らしていくしかないね。1.5 リッターでやるためにはね。だけど今はまあ無理せずやっていくもんで、まあ、欲しいだけ取る。そうするとまあ3リットルぐらいになっちゃうんだけど、欲しいだけ取っててもだんだん体が慣れてきてね、で量が減ってきてだんだん2リットル台でやれるようになると思うし、さらに1リットル台って持っていくことはできると思うから、とりあえず無理せずゆっくりやっていこうと思ってます。幽体離脱に関しては今日はまあほとんどできてない。ちょっとやったけどね、最初の方でね、寝る前に、なんか今日はそんないい感じにはならなかったですね。やっぱ日によって割と違う。そんなところです。明日も同じようにやっていきます。ゴールデンキウイのフレッシュジュースとあとヨーグルトで、ちょっと少し腐ったヨーグルトがまだ残ってるもんで、それはまあ使い切っちゃって、で4世代目のヨーグルトだね、今仕込んだやつ、ここで仕込んだやつが今冷蔵庫入ってるから、それも味を確認するってとこです。まあ種菌少し腐ったやつ使ってるんであれだけど、 あと今日はねキウイのフレッシュジュースとヨーグルトをね交互に取る形にしたんだわ。だから混ぜなくって、あえてぐちゃぐちゃって混ぜるんじゃなくって交互に取るっていう形で今日やったんだわ。でね、やっぱりね交互に取った方がねいい。まあ混ぜちゃった方が無難は無難なんだけど、交互に取った方がやっぱね楽だし美味しい、間違いなく。ヨーグルトの上にキウイのフレッシュジュースをソースとして乗っけて取るのも美味しいし、フレッシュジュースだけでちょっと取ってヨーグルトだけで取るって形もいいんだけど、個人的にはねもう交互に取るっていうのが一番いいなと思った。ソースも美味しいけどね、あと面倒がないんだよね。楽、一番楽っていうのもあるし。そしたら絶食904日目完了です。それではまた明日。